宝石ならばどうして明日からも夢が見れよう。私は感謝してる、届かなかった声に。私は感謝してる、つまずいてばかりの毎日に。人よりうまくできないことが、上手に器用にできないことが、こんなに面白いことだと思えるまで生きてみてよかった。憧れと栄光と挫折の中で青春は過ぎていった。私の青春は過ぎていった。そして今なおまだ永遠に咲くことのない壊れた夢のかけらを抱いて、人生は過ぎてゆく、人生は過ぎてゆく、私の人生は過ぎてゆく。じっと